下北沢駅から世田谷代田駅まで歩いてこっか。行こう。おしゃれな通りだよね、ここは。人も割と落ち着いてて、いい感じですね。できたから歩きやすくて、開けてていいね、こっちね。すごいいろんな植物があって、緑に囲まれてていいね。こっちの道は静かでいい感じだね、雰囲気が。落ち着いてるし、デートとかにも良さそう。おしゃれだね、どこも。見てるだけでも楽しいね。モデルハウスみたいな作りだけど、お店なんだね。めっちゃおしゃれ、お家風だけどお店なんだ。
店だろう。ここ行ってみよう。これも発酵してなんか熟成されてる唐辛子みたい。すごーい。すごい気になるのが。これ何？何これ？アウトドア納豆。え、これ納豆なの？納豆だからキャンプとかか、キャンプとかでも納豆が食べれるってことだね。私納豆好きだからこれは気になるな。あ、重い。甲州味噌。甲州味噌って何？この甲州味噌って何ですか？こちらは山梨の小見醤油さんで作られているお米と麦を使ったお味噌になります。あ、はい、お米と麦、コクと甘みがあって一番使いやすくて一番売れているうちの商品ですね。そうなんですね、はい。これは2種類あるってことですか？はい、400g と 1kg になります。あ、そういうことか、うん、あ、いいですね。美味しそうですね。ありがとうございますこれは塩麹。こちらにお湯を入れて寝かしてあげると塩麹が作れます。あ、なるほど、はい、お湯に、はい、お湯か水に入れていただくと簡単に塩麹が作れますよ、自分で。そうなんですね、はい。黒も気になりますね。黒麹は今ここで取り扱っているのが割とレアで、はい、取り扱い店がすごく少ないのでとても、はい、なかなか珍しいもので。そうですよね、見ないですもんね、うん。今うちではこれで甘酒を使って黒麹甘酒ラッシーっていう名前で作ってます。黒麹はクエン酸が発生するので少し美味しい酸味が出ます。あ、酸味が出るんですね、はい。それなのでちょっとこうラッシー風味の酸味のあるドリンクが作れるっていうので名前はそうなってます。あ、そうなんですね、はい。美味しそう、気になるね。お待たせしました。激安なんで気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。これはどういうものなんですか？スイッキは長野県で作られている お塩を使わない乳酸菌発酵したお漬物です。塩を使わないで、はい、そう、珍しいんですよ。珍しいですよね。うん、なのでちょっと酸味があるんですが、癖になる漬物になります。あ、そうなんですね。これ人気なんですか？人気です。おー、はい、こっちも人気ですか？芋けんぴ。はい、こちらはここのみりんさんというみりん屋さんのみりんを使った芋けんぴになります。みりんを使った。そうなんです。そうなんですね、うん。甘さがちょっとこう控えめで、なおかつコクがあるというところが人気になります。早く食べたい。でこれもなんか麹を使ったお茶なんですか？そうなんです。麹をローストしているあのお茶なので、少しこう軽めな、ローストの香りがとてもいいですね。そうなんですね、はい。体にも良さそうですね。優しいお茶だと思います。じゃあ早速いただきたいと思います。ありがとうございます。じゃん！私も発酵しちゃいました。実はこのジャケットも下北沢の古着屋さんで買ったジャケットなんですよ。下北沢で買ったジャケットで下北気分でこの発酵食品を食べていきたいと思います。いただきます。
塩使ってないのにちゃんと塩ちょうどいい塩味と酸味があってめっちゃ美味しいです。これは癖になりますね。めっちゃハマっちゃいます。ちょっと芋けんぴもいただきます。お、めっちゃ食べやすいです。なんか甘すぎないで、甘すぎないからこれ無限に食べれちゃいますね。一瞬でなくなっちゃいそうです。うん、めっちゃ美味しい。ちょっとお茶もいただきますね。寒くなってきたところであったかいお茶をいただきたいと思います。染みます。じゃあ、あっち行こうか。内装もめっちゃおしゃれ。なんか他にもいろんな食べ物屋さんとかあったから、次来た時はあそこで食べていきたいな。じゃああっち行ってみようか。なんかこっちはまた雰囲気が違う感じがするね。わあ、なんか洋風な感じから一気に和なテイストになった。いや、ご飯屋さんだね。すごい、こんな和なテイストで落ち着いてるお店があるんだね。お、これ何？ここは旅館みたい。すごい。こんな素敵な場所があるなんて知らなかった。え、京都みたい。すごい。え、何これ？縄ののれんだ。すごい。初めて見た縄ののれん。いやー、いい雰囲気。ここは東京感がいい意味であんまりない。あ、もう世田谷代替機早い。なんか見るところが多すぎてあっという間に感じたね。いや、じゃあ下北線路街楽しかったね。なんか私は初めて下北線路街通ったんだけど、なんか本当にすごい街並みが綺麗で、ちょっと高台登ったら夕日もすごい綺麗に見えたし、途中にあった発酵デパートも店長さんがすごい優しくて、わからない商品とかあったらすごい丁寧に説明してくれて、
もうすごく勉強になったね。あとその最後の路地は洋から和に変わる感じがすごい、本当に東京ってことを忘れるぐらい落ち着いてて、歩いててすごい気持ちいい場所だったね。じゃあまた来たいな、ここ。じゃあ帰ろっか、バイバイ。